新宗は北宋の第六代皇帝。1066年に皇太子となり、翌年に栄宗の崩御により即位した。即位後は地方で政務実績のあった王安石を登用し、国家再建に乗り出した。王安石による改革は、政、官、財、軍事の仕組みを再編して、朝廷を効率化し、結果として、 不税負担を軽減することでの国の発展を目標とするものであり、真相もその王安石の理念に同意し、全権を与えた。しかし、改革は王子主や大商人をはじめ、皇族などの既得権益を課す内容を含んでいたため、保守派から大きな反対運動が引き起こされた。官会でも、その反対運動に参加するグループが誕生し、政務放棄により、 王安石へ対抗する。王安石は最小の権限を活用し、これらの反対勢力を徹底的に抑え込んだ。そして柴光、文彦博など反対派グループに次々と処罰を加えた。この時、図書館司書長という官職に左遷された柴光は逆にこの木を利用して史実岩編纂を行い、他の旧法派官僚も民間で文学や詩文、絵画、 教育など文人として活動し、社会に新しい潮流を生み出した。これは、真相と王安石が旧法派の政治以外の社会的地位について保障し、活動の自由を与えたことによるものとも言える。王安石の時代を旧法派が弾圧された時代と負の面で評価されることもあるが、現実には旧法派も活動する時代であった。 真相はこの旧法派の勢力に動揺したが、王安石による説得も行われ、新法運動は継続されていく。また新法実施地域を全国に拡大し、さらなる改革が行われた。また、旧法派に対抗するため、王安石派の旅景況や、日布などの実務官僚を次々と抜擢していった。しかし記念7年、天才が相次ぎ、また新法派内部で、 政策意見の不一致が発生したことから、新相は王安石を解任する。それでも王安石の同僚だった菅、公や福神の旅景協が政権を担当し、新法運動は継続されていく。こうした中、翌年旅景協が上司にあたる観光と不和となり、独善的な政策決定を行い、新法活動を無力化しようとしていることに対抗すべく、 再び、王安石を登用し、政権運営を委ねることとなった。再度任用された王安石は、周辺諸国との外交交渉と貿易振興により、辺境の安定を求め、軍事費を大幅に削減することに成功する。国内では、旧法派を抑え込んで新法の実施地域を拡大したことと、動線大量発行効果が出てきたことで、国家財政も好転、また、 不税の負担を少なくすることで、農村共同体の再生に成功し、治安も改善された。しかし、今度は、王安石を支持する新法等に内部分裂が発生し、権力闘争が引き起こされた。また、後継者であるこの王が病死したことや、新相自身が、王安石の平和外交や政権運営方法に不満を示すようになり、 王安石は新法への意欲を失い、朝廷から去ることになった。銀法と改言されると、改革は新僧が主導することで、断続的に継続した。内部分裂した新法派も、新僧が直接統治を行ったことや、再革という実務官僚が登場してきたことにより、意見の集約が進むこととなった。新僧は既存の新法に加えて、 改革により発生した財政的な余裕を活用した政策を実施してゆく。国内政府をより効率的に動かせるために官僚の人数を大幅に削減し、また朝廷による官僚管理も進められた。さらに、青苗法や市役法などを一層改善し、民間経済に朝廷の影響力を強める施策が取られた。 また、王安石との相違点としては、軍事方面に注力したことが挙げられる。現法時代の政策は、真相独自のものであると捉えられることがあるが、軍事面以外の政策は、基本的に王安石の政策と類似したものであり、この時期の改革は、新法を実情に合わせて修正したものである。そして、新相地制公判には、新法が全国に適用され、 北総の前世紀を迎えることとなった。国内の改革に成功した真相は、聖火への進行を計画する。しかしこの軍事行動は、失敗に終わっている。聖火との敗北を機に健康を害した真相は、元法8年に38歳で放御する。故郷で、新法改革の進展を見ていた、王安石は、真相放御の知らせを受けるやそのまま病床につき、 旧法派の信人と大号が政権を掌握して、新法を廃止したことを知り、そのまま病死した。新宗の死を境に、宗は急速に衰退していくこととなった。新宗は、王安石を任用して、新法改革を行い、宗を一時的に中行したことで高く評価されるが、その改革をめぐって、次第部の闘争が激しくなり、寛認させ、 また、新法改革の継承にも失敗した面から、批評もなされることもある。南宋において、北宋滅亡の原因は真相による、王暗石変法とみなされ、後世の批判を受けることもあった。西王朝溶接。母は、貴妃宗氏。慶王朝わずか溶接愛アイコン王、長春溶接。母は、貴妃宗氏。皇王、長新、正五官もなく溶接。 蝶溶接縁暗号、蝶雇い、マイナス後の明ら衆、蝶圧。母は、金星皇后衆士。よいたみ、慶王たりから溶接、上記。慶王蝶溶接後久し僕を蝶母は、恵み僕剣飛武士。義王蝶異体性互換もなく溶接。母は、隠し。単王蝶基地対語の起草。母は、金字皇后陳氏縁王、蝶母は、 県比林氏。祖英県王朝に引く母は、金正皇后氏氏。越王朝氏の部真相の井原伸ば氏。母は、県比林氏。野べき皇主創生。母は、近清皇后無期氏、法教皇公主溶接。母は、祝肥長氏。炎国朝皇主部下国朝公主。母は、貴肥氏。国朝公主、国朝公主、慶国朝公主。母は、ケ比林氏。 義国町公主溶接。母は近世皇后主氏。過国町公主女国町。ありがとうございます。